お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらエレクトロスピリットアンロックというね、チャレンジがやってまいりましたというところで、今回新カードのエレスピですね、はい。こちらのカードがゲットできるよというようなチャレンジでございますで、チャレンジ内容としましては、エレスピをね、デッキに入れて使いましょう。そんだけですね。で、エレスピが何のデッキに入るか、と考えたんですけども、こう今はまだ持ってないので、ここのね画面では組めないんですけども、普通に考えたら1コストのねスピリットでございますで、チェーンしていく、最大9体までチェーンしますで、ダメージ量はスケとかコウモリは処理できるけど、ヤリゴブリンとかは処理できませんというようなぐらいのダメージでございますで、2.6 オグのスケアイスピのどっちかとか、こういうスケヒースピのどっちかとか、こういう、ロイジェイのヒースピの枠が、エレスピになる可能性はすごい高いんじゃないかなと思い、とりあえずね、一旦このロイジェイで、今までヒースピだった枠をね、エレスピにしてやっていきたいなと思います。で、一つ注意なのが、チェーンを9回までやるので、今までのライドラみたいな感じの、ライドラの9回チェーンする間ですね。で、威力がめっちゃ弱い。なんですけど、なので簡単にキング起動されてしまう。普通にエレスピがタワーに飛んだタイミングとかで、ユニットをね、こう、ポイって配置されると、それだけでキング起動されちゃうんですよね。なので、キング起動されても、別にいいよっていうデッキとか、じゃないと、結構痛いと思うんですよ。なんか、さっき 2.6 オグも一応パターンとして紹介したんですけども、2.6 オグのアイスピをもしこいつにするとするじゃないですか。そしたら、いい感じの、攻めで、てか防衛とかではねいいかもしれないんですけど、たまたまね流れていった時にこんな感じですね。いや微妙かそうキング起動されるで、ホグとかキング起動されると痛いじゃないですか。なのでちょっとそういうところでは意外とヒースピでいいってなるかもしれないですね。別にヒースピでよくねとか、キング起動されないデッキ、それがクロスボウであったり、ロイヤルジャイアントとか、キングされても大丈夫っていうデッキだったら、全然ね、問題はないと思うんですけども、さあ今回は、ここで、今までだったらヒースピだけど、今回だったらエレスピね。そう、でもこういうスケとかには、よいしょ。ちょっと待って。疑惑じゃない今の。ビリッとはなったんですけども、ビリの効果もやっぱちょっと短め単体にはそんな強くないですよっていう感じですね。よいしょ。基本的に複数ですね。本当にもうスケとかコウモリとか複数系には強くなりましたよっていう感じかな。よいしょ。でもこういうバルーンとかにも、もしかしたらバルーンの防衛とかですね。一発このビリがあるおかげで、もしかしたらよいしょ。こういうところにね、やると、ユニット対決勝てるかもしれないですね。こういうので。でも、すごい、ビリビリしすぎてわかんないんですけど、でもぶっちゃけ、じゃあ、ヒースピでよくねって。いや、今んとこはね、ちょっと僕はそういう立ち位置というか、僕が思ってるのは、そんな感じですけど、可能性としては全然あると思いますね。使い方次第とかでは。さあ、こう防衛ライトでね。で、エレスピで最悪守れるって感じかな。ロイジャイのエレスピは、悪くはないですね。さあ悪くはない。いいとは言ってないですけども、とりあえずこのチャレンジ、新カードを、多分結構簡単にね、ゲットできるチャレンジだと思いますので、ぜひね、個人的にこのロイが安牌かなと思うんですけど、新カードね、ぜひゲットしてみてくださいという感じでね、さあ、一旦、エレスピ、どうでしょうかね。見てる側からしたら、とてつもなく雑魚いわけではない。1コスなんで別に。いずれ化ける可能性もあるんですね。ヒースピ、アイスピ、スケ入れた、超高回転とかも、あるでしょうし、いろんなね、とりあえずじゃあこの 2.6 ホグで、1回だけやってみようかな。デッキ組むのが、すごい短いじゃねえ、めんどくさいんですけど、ちょっと勘弁してください。で、スケヒ、エレスピの、どうしようかな。どうするならビリビリ多い方がちょっと面白いと思うので、普通だったら多分アイスピをね、変えると思うんですけど、相手のスケを、変えてね、やっていきたいなと、そう思います。で、2.6 使わなさすぎて、デッキに何が入ってるかマジでわかんないんですけど、よいしょ、スタートアイゴレですね。というわけで、一旦ね、2.6 億のスケがね、エレスピになったパターンやっていきたいと思います。よろしく。さあ、てなわけで、まあでもこれも、さっき話したんですけど、問題キングヒロですね。まあでも、意外とキングヒロする場面もないかもしれないんですけど、たまたまチェーンとかが嫌ですね。あ、これワンチャン、なんか狙えばできそう。全然今の難かったんですけど、なんかスケからのというか、ね、ユニットからの自分でね、こういう高回転のデッキとかだったら、なんかアイゴレ、ヒースピ、エレスピとかなんかユニット配置とかして、パパパって配置したら、なんかね、一瞬で4枚ぐらい出して、キング起動みたいな。いや、さすがに大変か？でもそういうことも全然ね、できるんじゃないかなと、そう思います。というわけで、とりあえず、お、スパーキーですね。あ、来た。これは、多分、これですね。皆さん多分でかいのが。エレスピは、どんどんチェーンするので、ジャイにエレスピを当てるだけで、後ろの、スパーキーにもチェーンがいくと思うんですよ。なので、一旦これチェーンさせたいな。これで、これ。で、やばい、ちょっと待って。ちょっとごめんなさい。今この、すごいね、僕はこう、見とれてしまってね、チェーンしたすぎて、チェーンのことで頭いっぱいになって、気をつけ入っちゃったんですけど、皆さん気をつけてくださいね。でこういうのでホグのダメージを抑えるっていうことも、まあ、ちょっとできるかもしれないですね。さあ、で、ビリからのビリ。意外とまあでもスケールも変わんねえかから。まあなので、ああ、なんか来てる。防衛なのかな。まあ今回防衛ですね、圧倒的。ヒースピは、まあ、防衛部分でもユニット回復して強かったし、まあ攻めでも強かった印象がありますが、まあ、圧倒的今回のエレスピは今んとこ防衛、まあ、こういうところでエレスピ飛ばせば、まあ、何が来てもこうチェーンしてくれるっていう部分はあるかもしれないですね。よいしょ。さあ、これエレスピ取っておきたかったな。で、エレスピがこういうのに当たってももともと2発で当たっても2発なんですよ。なのであんま変わんない。よいしょ。さあ、で、ここは打たすだけ打たして、まあ悪くないかな。悪いくはないかな。まあ、よくもまあって感じですね。で、このスパキワンチャン負けそうなのは嫌だな。まあ、LSP 回したいですね、僕としては。まあ、あとは大砲置いて、一回打たせて、時間稼いで、からのチェーンでね。よいしょ。ぽい。まあ、アイスピですよね、ぶっちゃけ。よいしょ。さあ、ちょっとだけやばい気もするが、このホグにより勝つことがね、できますよと。まあ、いうわけで、まあ、いらんっすね。これ多分、使う必要ないっすね。もともと、ガゴ系ですね。ガゴとかガーゴイルの群れって、タワー2発多分2発なんですよ。で、飛んでも、LSP が飛んでも、タワー2発なんですよ。そう、なので、なんかダメージがめっちゃ少ないんですよね。まあ、スケとかコウモリには本当に優秀。まあ、あとスパーキーぐらいかな。なんですけど、まあ、やっぱ時間が短いので、思ったほどですね。さあ、とりあえずなんかビリビリ攻撃して、一旦ね、防衛しましょうと。あ、今のものだってユニット出されてたらキング起動してるんですよ。んで、ホグなんで大ピンチみたいな感じですね。よいしょ。さあ。とりあえず、これビリビリで耐えれますよ、多分。1回目のビリ、2回目のビリで打っと、よし。まあ。これなんか楽しいんですけどね。楽しいんですけどね。これもなんかワンチャン、まあ、範囲がね、まあ、ライドラと一緒なので、まあ、慣れればではあります。さあ、これね、今回の間はスケルトン部隊がいるので、よりね、この、エレスピが。活躍していくんじゃないかなと思います。で、ちょっと今岡山のね、実家の方にね、帰省いたしまして、あまりね、大きな声を出せないというような状況でね、撮影をしています。なので、ちょっとね、今日静か気味でね、送っていけたらなと思います。さあ、これチェーンでも飛ばないんですよね、後ろが。そう。まあ、ビリビリするだけっていう。ヒースピでいいかな、なんか。ホグぐらいならワンチャン。ホグぐらいならもしかしたらいいけど、多分あれっすね。この新型出て、まあ、2日ぐらいこうみんなね 2.6 億とか細かい系のスケとかヒースピ、アイスピの枠が LSP になってるんですけど、1週間だったらみんな元に戻るこれはマジであるあるなんでね、新環境出た時だけ何かの枠1、2枚が変わってすぐ元の形に戻るっていうね。よいしょ。さあこれちょっと嫌ですね、相手からしたら。いやー、なんとも言えないですね。まあでも本当に、まあそんな感じですね。でもこれまあ1コスだったんで、逆に良かった説ありますけどね。なんかだってぶっ壊れになる可能性も秘めていたわけじゃないですか、このカードは。1コスなんでね。よいしょ。まあだからこその、まあなってくれなくて助かった説はありますけど。よいしょ。さあ、微妙にね、いい防衛をしていきます。やばい、これ、飛ぶ？オーケー。オーケーまあそんな感じですかね。よいしょ。というわけで、まあ、今回はね、こんな感じでおります。まあ、チャレンジのデッキは、ぶっちゃけ何でもいいと思いますね。まあ、普通に、スケースピとかアイスピの枠を変わるだけで、何でも成り立つと思います。すげえビリビリども。まあ、グッドゲームですね。はい。というわけで、まあ、今回、まあ、わかんないですけど、今のところ個人的な思いとしては、エレスピは、まあ、弱いわけではないが、まあ、強くない。いらない。ヒースピー、今のままだったらヒースピとか、アイスピのままでもね、いいかもしれないなというような意見でございます。というわけで、ヒースピゲットできたら、ね、嬉しいですね。はい。というわけで今日はね、こんな感じで終わりたいなと思います。ぜひね、皆さん LSP 一応ね、ゲットしておくだけしておきましょう。もしかしたらね、強化されてすごいぶっ壊れになるかもしれないので、というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントどうもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。